ならもう処理もせず寝ようかなと思ってしまうぐらい眠たいです。明日がね千秋楽で、明日もだから早いんです。明日終わるのめちゃくちゃ早いね。逆に2時過ぎとかに明日終わるじゃないですか。これ100分ものなんで、だから明日昼で終わるからマジでなんか不思議な感じ。夕方とかに終わるんやったらわかるけど、昼に終わんねんかっていう、すごい不思議なね感じですね。まあもうこのご時世やからね、皆さんと打ち上げ行くってこともできないですしね。本来こういうご時世じゃなかったらね、皆さんと打ち上げとかあるんかないんかちょっと知らんけどちょっとあんまり皆さんで打ち上げっていうことをしたことがないから知らないんですけど、でもそういうのがやっぱあるじゃないですかね。ちょっと分からんけどね、このご時世なんでそういうのもないですし、残念ながらね。最後なんかなんならもうあと 2,3 回やりたいぐらい。そう、着替えとかめちゃくちゃ大変ですけど、お酒の席苦手なんだ、打ち上げないのと疲れたって。苦手なんや、分からん。そんなお酒の席にいたことないから知らんけど、あでもそれはでも飲めんけんかな自分がってことなんですかね、分からんけど。じゃあなんか自分が飲めない人だとね、周りについていけないとかってよく言うじゃないですか、そのテンションに。着付け大変ですよ、あれ20分ぐらいかけて着付けしてもらってますからね。15分20分ぐらいで、あのメイクも髪型も私たち大体2時間半前ぐらいに入りして、メイクと髪型やってもらってみたいな。そうめちゃくちゃね、もう12人なんでめちゃくちゃ着てるんですよ。まあ見たら分かると思うんですけど、パンフとかのあの枚数分着てるので、あと後ろもめちゃくちゃ長いのでもうね動けないの、なんか普通にわーわーとかができないんですよ。裾がすっごい長いので、そうすり足で、で大体こう裾をこうフェッて足でやったりとかしないと、他の人もね踏んだりとかするから気をつけないといけなくて、すごくそれがねめちゃくちゃ難しいんですよね。やっぱ軽快に動けないんですよあの衣装って。そうでも今回本当に衣装めちゃくちゃね、なんか今回本当にあのなんていうんですかね、作っていただいたらしくて、そうこの舞台のためだけになんか追っていただいたってなんか言ってたんで聞いたので、そういやすごい、あの踊ってる衣装はそこまで重くないんですよ。あの十二人が重たいんですよ。重たいっていうか動きづらい、シンプルに後ろすらないといけないんでシンプルに動きづらい。うん、なんかそんなスッ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 歩けたりはしない。あのもう一つのそのダンスやってる方の衣装はもうスッスッスッ全然歩けるんですけど、あの裾も短くないし上もねあの数枚脱いでるんで、あれそれ言うても名前も着てねんけど、そう12人それはもっと重たいです。重たいしもっと動きづらい。ツイッターの写真超かわいいだって、ありがとう。何載せたか覚えてないけど、あそうだ、そういえば今日ありがとうございましたみたいなツイートしてへんわ、すんの忘れとった、ごめん。プラメだけは買いたいんやけどな。ほらのほらはは
後でやろう。そう、しかもあの舞台ね、実はね結構ね白く作ってるんですよ。肌わかる？白くない？わからん。わからんか。でもさ、よく見たら白くない？白いっていうかピンク白い。あ、おでこがわかる。わかる？なんか白じゃないねんな、ピンク味のある色なんよ。でも正面こういうのはわからん。わからん、塗りたて白いから。あ、でも見たら結構白い。白やろ。あ、ピンクかも。前向いたら。え、そうやろ。ピンク白くない？向いてみて。ディサディサ。ピンク白くない？結構。うん。ほら。そうやろ。なんか普段使ってるファンデーションよりはるかに白いの使ってるんですよ。横顔めっちゃ綺麗。ありがとう。横顔は綺麗なようち。わあ、言う。そう。で、そうなんですよ。しかもシェーディングしてへんから顔ボーンなんやって、首もね白く塗ってるんや、顔も白く作ってんねんか、シェーディングしてへんねんか、もう顔丸々アッパマンで、私首詰まってるからマジで顔でかく見えんの。私首詰まってる服ね本当に似合わないんですよ。十二人めっちゃ首詰まってんの、めっちゃ着てるから。さあもうちょっと首がこう長かったらな、もうちょっといい感じやんのなっていつも思うねんけど、首は短いねん。しかも顔が丸いからさ、私がこれでもうちょっと顎がシュッとしてる輪郭の人やったらもうちょっと長く見えるんですけど、私がね顔がねまん丸ちゃんなんで、アンパンパーンって感じでパンパンパン笑ったらもうマンローコローンで球体って感じの顔してるんや。首詰まってるからなんかさ、なんかちゃうねんな、なあのさ言ったっけ、あれマリナに言ったっけ、なんか楽屋で話してる話と忘れたんやけど、下のあそう一番最初の、まあ、その一番着物のベースになる肌着ってあるんですよ。肌着の時はめっちゃ顔ちっちゃい、えめっちゃ顔ちっちゃいやろ、めっちゃ顔ちっちゃいって思うんやんか、思うんやんか、やのんな、わからんわからんか、そうやんな、肌着では見せんけんな、やんけど、なんやけど、けど十二人した瞬間顔でガッてあれ顔むくんだ、一瞬でこの20分で顔むくんだっていうぐらい急に顔がボーイってほんまになってたやんな、うん、えって言っとったもんな。妹もな、えあれえこれ同じ写真っていうぐらいマジで驚いとったんですよ。あんたに私首が詰まってる服がマジで似合わんな似合わんよな。だって多分今もなこれ髪くくっててここ空いてるから、あのしかももう夜やし、今日もニコイ公演もしたからすっきりしてんねんか、むくみも取れてな、だから全然そんなことないよって思うやん。顔顔顔マジでやばいよな、マジでやばいよな、絶対やばいよこの顔放送事故やったな、放送事故なんでもええねん、別に私別にあの常にって顔してる人じゃないから常に顔してる人じゃない、別に何でもいいねん、あんまり自分の顔気にしてないから。ちょっと見てほしいぶっさぶっさクソブスクソブスやん、なんなら変顔レベルなんやけどなあれみたいちゃう、なんか歌舞伎の人の表情筋みたいなのぶっさいくクソブサイク、涙出たわ。そうでな、ほんまにびっくりするぐらいに、こうしたらわかんない、こうやん、見てたみんな、こうやん、ほらわかる、顔が急にでかなんの、見てて、好きせやん、ほら、いや全然マシ。これじゃ分からんな。こうの方が。あ、こうやればいい。こうもの。こうあるやん。見ててなみんな。これがな。こうなんない。え、分かる？ほらこの感じ。え、こんな感じ。え、分かる？顔が急にでかなんねん。マジで。ほらほら見て。小顔。やばない？やばない？マジで首詰まってる服嫌い。めっちゃ似合わんねん、うん、
私が最も綺麗に見えるのは V ネックかスクエア型の服が一番顔が綺麗に見える、あの骨格ウェーブさんみたいな首が長い人ってのはスクエアとか着たらなここが貧弱が目立つからあかんらしいねんけど、うん、私はウェーブじゃないので骨格が首がそんなに長くないので、でも V ネックは嫌い、寒いから、あー、うん、こうスクエア型が好きかも、割とこういうやつこういうやつこういうやつ、V ネック見えそうで怖いやん。そうだからめっちゃなんかさ、うちもさ、あーって言いよって鏡見て着物着替えるやんか、鏡見て、え顔でかっと思って、えむくんだって思った、違うねん首が詰まってるからやって分かった。いや明日千秋楽やねんけどさ、朝やん、顔絶対むくんでるやん、首詰まってるやん、マジで顔でかそう明日。でもねちっちゃかったよ。違う、そういうんじゃないの、私が求めてるちっちゃいじゃないのよ。そうでも仕方ない、もう服の問題やから、あれは服の問題。そうそうなんですよ、マジでこれは今回の着物を着て初めて気づきました。で十二一重ってめっちゃ着てるの、あれ何枚着てんねんかなっていうぐらい着てんねんけど、まあ、数えればいいだけなんやけどな、これ写真見て写真見て数えれば一番早いねんけど、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8枚も着てる。いやまあ着すぎやろ、8枚です、12一人なんですけど8枚ですね。あ違う、ここ2枚になっとるけん9かな、1、2、3、4、いや5かな、5、はい、8枚の構造だって、8枚やな、1、2、3、4、5、6、7、8枚も着てるんですよ私、やばくないですか、8枚も着てるんで、8枚もここにもうこうやってやってんのよ。そうだからめちゃくちゃね、そうあでも袖通してないやつもあります、ぶっちゃけ袖通してないっていうか袖がないのはあります、ここまでしかない、こう羽織った時にここまでしかないのよやつもある、袖がちゃんとあるやつもあるねんけど、こう着てここまでしかなくてここでピュッピュッってやってみたいな、でも一応8着は着てんだから着数で言ったらな、そう袖が全部が全部ないんやけど、ノースリーみたいな感じになってるやつもある、袖もあるやつもあるんですけど、一番上に着てるピンクのやつなんてそんな感じじゃない、なんかこれ袖あるように見えてるけど割と欠けてるみたいな感じやねんな。そう、うん、やっぱり楽しかったですだって、うんありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そう私の役はね清少納言なので十二一重っていうものを着てるからそれだけ枚数着てます、他の人はちょっと知らないですけど、私は私のやつは私しか着てないからわからないんですけど、そう私はそんなに着てます。でも今回の本当にセットもずっと車幕下がってるんですけど、後半になったらその
ショータイムの終わったら車幕開いて、あの後ろの大きいそのセットが出てくるじゃないですか。めちゃくちゃセット豪華ですよね。めちゃくちゃセット豪華やし、めちゃくちゃ衣装も豪華。結構ね、メビナさん、オビナさんも結構衣装チェンジされてたりとか、結構ね皆さんね、あの私も衣装チェンジしてますけど、福さんも衣装チェンジしてたりとか、結構ね歌で衣装チェンジとかされてたりとか、場面で衣装チェンジされてるのですごいですよね。そう、しかもあの衣装めちゃくちゃ高いらしいです。やっぱりすっごい、まあだって織って、なんか織から作ったって言ってたので、なんか全員の顔は知らないんですよ。そのす、そう、ちょっと私も詳しいこと知らないんですけどっておっしゃってて、ウィーってうまーい。ねえ、メビナ様、オメナ様の衣装めっちゃ可愛いよね、あれ。この中でさ、明日が初めてって人おるんかな。もうみんな見たんかな。明日が初めてな人いますか。明日初めて行きますみたいな、おるんかな。それともそもそも見に行かねえよみたいな。今の時期行けないの人が多いんじゃない。まあね、東京やしね。明日初めての人おらんのや。おるよ、明日が初です。え、ほんと、どこに書いてある、明日初めてですって書いとった誰か、うん、マジか。うまい。そうなんや、明日が初めてなんや。じゃあネタバレせんとくわ。おらへんねんやったらさ、どうだこうだ言えねんけど。やめておこう。あ、なな、ちょっとあのカンカン取ってよ、カンカン。見てみろこれ、あくび。おー、寝すぎてやばいんやって。これこの間さ言っとったやつ食べようと思ったら、めっちゃ美味しそうなんですよね。冷やしても美味しいんやって。冷やしとこうかな今度。見て、かわいい、なんかポスター入ってるじゃん。これいただいたんですよ。オープンデドロー、ティリリーティリリー、じゃじゃーん、ウェイ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 、じゃじゃーん、見てください、めっちゃ美味しそう、やばい、超美味しそう。ちな、そこの説明書取ってもらっていい？そこの説明書、これ、うん、アート、下からヘーゼルナッツ、七味、ゆず、ジンジャーで、この端がメレンゲ、ココナッツ、マカダミアナッツで、抹茶、黒糖きな粉、ブブアラレ、黒ごま、チーズ、胡椒だって。絶対美味しいやん、絶対美味しいやん。このちっちゃいのって美味しいよな。うん、それメレンゲ、うん、何これ、おいしい、うん、これがうん、マカダミアンゲッケや、うんうん、
ちょっと水取ってもらって、口の水分がもうなくなる。やばくない？こんなにいっぱいクッキーが入ったクッキー缶初めて見た。これめっちゃ美味しいって言ったんだ。チーズ好評。うん、チーズうまっ。うん、甘いのから甘くないのまで、うん、うん、七味柚子ジンジャー、柚子とか絶対美味しそう。うん、あ、柚子だわ、すごい。12種類だって。マジで美味しいわ。七味、七味ってこれかな、ツイトン。うん、めっちゃうまっ。辛くはなかった？うん、辛いとかじゃない。うん、おいしい。うん、後で食べよう。な、後で食べよう。うん、いや、めっちゃ美味しいわこれ。ただ靴の水分持ってかれとるけど今。めっちゃ美味しい。いや、私クッキーはそんなにね毎日食べません。チョコレートだったら一瞬でなくなるんですけど、クッキーは私そんなに消費の量早くないな。うん、な、うんちゃんクッキーはそんなに消費の量早くない、あんまり消費せんよな、逆に。どっちかっていうとな、チョコレートの方が好きだ。クッキーも好きですけどね、チョコの方がよく食べます。明日にはなくなってそう、絶対無理。チョコだったらありえるかも。チョコでもこの量は無理だな、さすがに。まあ、みんなもよかったら買ってみて。これは私はいただいたんですけどね、いただき物です。そう、他のメンバーもめっちゃ美味しいって言っとて、そう、でもキャストの方皆さんにくださったんですかね。すごいめっちゃ美味しい。米村オリジナルクッキーだって。これ冷やしても美味しいらしいです。じゃあ今日はこの辺で終了にします。明日も朝早いんで私は寝ます。
風呂に入ったらもう本当に寝れなくなるんで、マジで目がギンギンになるんで、早いうちに風呂に入ってします。まあ明日の配信も夜帰ってきたらしたいと思います。13位みおいさん、12位ときたぴさん、11位ジェリーさん、10位あきいこさん、9位なっぴーさん、8位マックセイトさん、7位マニアさん、6位よちさん、5位かいせいさん、4位つっちーさん、3位きりやさん、2位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 さん、ありがとうございます。2位かよちさん、そして今日のちおたかさんです。はい、というわけで明日がね、不思議の国のひな祭り、千秋楽となりますので、ぜひね来てくださる方はお待ちしております。というわけで明日のショールームは、帰ってきてからしたいと思っておりますので、まあ、ぜひよかったら、楽しんでいただけたらなと思います。今回も本当にすごくパフォーマンスもあり演技もあり、ね、しかもちょっとクスッと笑えるような感じになっておりますので、ぜひ本当に豪華衣装キャストセットでありますのでね、ぜひも見ては損はないと思います。すごく楽しかったと思います。楽しかったと思います。楽しいと思います。でもう今回は本当に生バンドなので、生バンドって本当なかなかないんですよ。すごく贅沢なことで、生バンドでさせていただけるってなかなかない機会だと思うんですよ。やっぱりなので迫力、やっぱ生バンドさんならではの迫力もやっぱすごいですし、なすごいよな、うん、めちゃくちゃおーってまず音楽になるので、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思います。それでは今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。